皆さんこんにちは、こんばんは。メイン MC のプーです。アシスタント MC のリーです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、前半戦も残り2試合ということで。早いですね。もう夏ですよ。もう6月ですからね。そうですね、梅雨が来て夏が来るという、ここ6月、はい、11日、アウェーで水戸ホーリーホークとの、そうですね、試合ということで来ました。水戸戦ですよ。いや、アウェーの水戸はちょっとね、いつも行くか行かないか迷うくらいの。そうだね、近いんだけどね、千葉県民としては。ただなんかいい、アウェーの水戸にいい思い出がない。ああ、まあなるほどね。から迷うみたいなところもありつつ、はい、この試合どんな試合になるのかなというところをしっかりと、そうですね、見ていきたいなというところで、はい、じゃあまずはメンバーと今シーズンの水戸の成績の方から見ていきたいと思います。はい、第19節までが終わった時点で水戸ホーリーホック、まあなんと19位と結構低迷しちゃってるわけなんですね。そうですね、意外と苦戦をしているというか。そうだね、まあ、結構面白いオフシーズンを過ごして、個人的には結構前評判とかも高かったりはしたんだけど、まあ、現状苦しんでる感じですね。はい、で、まあ、メンバーも、まあ、ただね、結構今シーズン今までと違って、あんまりね、流出が大幅じゃなかったんですよ。ただあれだよね、我々的にはハッピーな獲得もあったので、水戸的には、あ、そうですね、まあ、主な流出になるのかというところで、まあ、椿選手フルスということですよね。そうですね、まあ、椿選手とか、まあ、あと京都サンガにね、木下選手とか、はいはい、まあ、主力は抜けたんだけど、結構なんか残ってる選手が2年契約とか主力選手がね残ったりして、ちょっと今までと違う感じのオフシーズンだったんだよね。それも面白いとこですね。タビナスとか残ったしね。そうそうそう、ディフェンダー本当によく残りましたね。で、結構補強選手もね、まあ、ルーキーから、あと武田選手とか永井選手とか草野選手みたいな即戦力もしっかり獲得してるっていう、まあ、面白い補強だったと思います。そして監督が変わりましたからね、はい、浜崎監督ですね、まあ、我々もね、新人監督ということで、新人監督同士の対決ですね。まあ、俺はもう This is 水戸ホーリーホークのイメージがかなり強かったから。なるほどね、まあ、本当にこの浜崎監督、さっきもね補強の話したけど、今まで本当に入れ替わりが激しいチームだったんだけど、この浜崎監督でしっかりと新しい水戸ホーリーホークを作り上げていこうみたいな感じだったんだけど、現状怪我人がね多くて苦しんでる感じはちょっとありますね。はいはい、はい、ということで、まあ、千葉もねちょっと前節苦しかったりもしたので、早速ちょっと水戸のどういったチームなのかっていうとこからもう見ていきたいと思います。まあ、先ほどねちょっとあんまりここは詳しく触れませんでしたが、まあ、現状ちょっと得点力も乏しくて、まあ、守備がちょっと危ういと、まあ、本当にチームの状態がいいわけではないんですねっていうところで、まあ、前半からしっかりと攻めの気持ちでいってほしいと。まあ、そうだね、結構複数失点してる試合が多いのかなっていう。そうですね、まあ、リーグでワースト失点の、はい、そうなんです、今のところに。で、しかもなんか数字いろいろデータ調べていくと、前半での得点っていうのが4得点らしいんで、本当に少ないと。はいはい、まあ、なんかめちゃめちゃスロースターターらしいので、でしかもなんか複数得点もなんか少ないみたいな感じなので、千葉が、まあ、千葉もあんまりねそういう得意じゃないけど、前半から1点2点取っちゃえば勝ちは本当に見えてくるんじゃないかと。なんかあれだね、言ってることがブーメランのかのようにね我々にも刺さるんだけど、結構チーム状況的には似てるというか、失点が多くて点が取れない。まあ確かにね、水戸ホーリーホーク、うん。じゃあ、まあ、前節どうだったのかっていうと、まあ、最下位であるんですけど、大宮アルディーチャに2対1で久々勝利だったんですよ。そうだね、まあ、あの水戸がすると追いつかれたけど、しっかり勝ち越すことができてた。そうそうそう、試合になりますんでね。で、結構やっぱり5月ちょっとね得点の匂いがしたのがフリーキックとかコーナーキックとかだったんで、まあ、ちょっとゴール前不用意なファールだけは気をつけましょうといった感じですかね。はいはい、でメンバーなんですけど、先ほども言ったように怪我人がとにかく多いのでね、読めないところはちょっとあるんですよ。ただ前線特にねどうなっていくか分かりませんが、まあ、注目選手は何人かいるんですけど、前田選手をちょっと挙げさせていただきました。いやー、いい選手だよね前田。ボランチで、まあ、あの宮崎でね J3 で活躍したけども、今となっては水戸の前田は大然じゃなくて凌介選手なんですよ。はいはいはい、いや、なんか田口みたいなプレーをするというか。そうだね、本当に攻撃的なあのストロングポイントを持ったボランチの選手ですね。結構注意が必要というか、
狙っいい場所を狙っている。そうですね、取りどころがいいというか、まあ、本当に結構カウンターとかも狙ってくるチームなんで、この前田選手が本当に中継役になっていることっていうのが本当に多いのでね、まあ、この前田選手を潰せれば前線にもボールはあまり供給されないと思いますし、まあ、連携面っていうのも崩せるかなということでちょっと要注意ですね。それでは、はい、いきますか。私は鬱憤が溜まっている。そうですね、ジェフユナイテッド市原千葉です。はい、千葉も見ていきましょう。はい、前節後半のロスタイムに入るまでは0対0だったんですが、終わってみれば町田に2失点敗戦ということで、いやー鬱憤溜まってますよ私。いや本当にちょっとホームであの負け方かって感じですよね。がっくりきちゃいまして、うん、間違いないです。これが首位に立ってるチームと上がりきれずにいるチームの差なのかなっていうところ、やっぱあの点取られる前の一斉のフリーキックから鈴木大輔みたいなところで、ああいうのでしっかり点を取れてるのか取れてないのかっていうところが、確かにね、もう本当に勝敗の分かれ目だったなと。間違いないですね。それは後半押してたからね、最後の方は。実際そうなんだよね、押してる時間にしっかり点を取れれば我々の形になりますし。そうですね、逆にもう本当カウンターに弱すぎる。そうだね、まあ、結構実際前半から危ないシーンはいくつもね町田戦結構ありましたんでね、はい、ただまあポジティブな面というか、まあスタメンのね前節とか振り返ってみると、まあ、新明選手がまずプロ初スタメン良かったですね、前半特に。いやそうだね、イエローカードを誘発したというか、あのプレーとか、ね、結構前がかりにアグレッシブさとかね、かなり面白い選手だなと。そうですね、で高橋一生選手と松田陸選手が久々のスタメンで、まあ、存在感もこちらもねあったかなと、はい、まあ、本当に途中まではね内容も良かったんですけど、まあ、最後に爪の甘さが出たと。いや間違いなく本当に一個一歩みたいなところで。そうだね、でまあ今節に関しては僕は中盤の安定感っていうのが大切かなと思ってます。はい、まあ、っていうのもさっきね、まあ、結構守備は甘いチームだと思うんですよね。っていうので、まあ、しっかりと試合をね、まあ、先手必勝で締めてほしいという感じなんですよ。いやもう先制点が鍵を握るって毎試合言ってますけど、まあそうですね、もうとにかく点を取ってくれって願うばかり、まあ、ここ最近の、まあ、水戸ね結構失点4月とか特に、ね、多かったりしたんですけど、まあ、なんか失点を見てると結構大宮戦とかもね中央からなんかロングボール入れられたりとか、まあ、カウンターでねなんか中盤でインターセプトされてそのまんまみたいな攻められ方をゴールにはされてなかったものも多かったので、うちとしては結構ストロングポイントにしてる部分っていうのは水戸には効くんじゃないかなとは感じますね。まあ小森ないし椿の仕掛けだったり、そうだね、椿ちょっと恩返しを期待したいというところでスタメンなども見ていきましょう。はい、まあ、先ほど言ったところを踏襲して高橋一生選手と、あとね松田選手がちょっと左サイドバックやってたけど矢口選手とか良かったんじゃないかなってことで入れてみました。そうだね、守備の安定をもたらすって考えた時に松田だったり矢口っていうところもちょっと期待しつつ、はい、まあ、日高だったり、まあ、どうしたのか分かんないけどね、佐々木翔吾も最近インスタグラム出てますんで、ね、出てますね。ちょっと左サイドバックとかもね誰が出るかっていうのはちょっと気になる部分で、ね、で、まあ、注目選手、まあ、前半戦も残り少ないということで、まあ、ここでね高橋一生選手が多分初登場ですね、ちょっと上げたいと、はいはい、まあ、なんかすごく良かったと思うんですよね前節。そうだね、かなり効いてたし、シュートも実際結構多かったし、まあ、ちょっとなんかフリーキックとかもね蹴ったりしながら、なんか唯一フォワードを追い越せるボランチというか、確かにね、かなり攻める時になれば勇気を持って飛び出してくれるボランチではいるので、やっぱそういうところでね、まあ、フォワードだけじゃなく一斉の得点を期待したいというか。確かにね、まあ、本当にどうなるかというところですが、まあ、この動画を撮ってるのが天皇杯のね前なんで、本当に天皇杯のスタメン次第ではもしかしたら抜擢みたいなのもねあるかもしれないので、まあ、ちょっと注目したいところではあるんですけど。そうですね、我々そして新加入選手のメンデスとかもね、そうだね、来てますね、インスタにはよく出ますね最近ね。ちょっといろんなことを考えつつ、まずリーグ戦をねしっかりと戦うこと、間違いないです、そこにつきます。我々あの3連勝したといえど連敗ですから、2連敗中ですのでね、気を引き締めてしっかりとやり直して、はい、ここからまた上位に返り咲けるように頑張っていきたいと思うところで、また来週勝ってお会いできたら幸いです。それではまた来週お会いしましょう。柏には負けられない。
Oh.